埼玉県立が、ん、センターは、埼玉県北足立郡稲町にある医療機関。埼玉県が運営する県立病院として設立され、2021年4月に、地方独立行政法人埼玉県立病院機構による運営に移行した。埼玉県の都道府県がん、診療連携拠点病院に指定されている。埼玉大学大学院理工学研究科の 連携大学院でもある。埼玉県政志向100周年記念事業の一環として、1975年に現在の丸山駅の西側に開設。敷地一帯は、旧石器時代から室町時代にかけてたたら製鉄で栄えた大戦遺跡であり、発掘調査の上旧本館病棟が建設された。1985年に南館。 1998年に緩和ケア病棟を備えた東館の増築により400床へ増床された。2008年4月1日より埼玉大学大学院理工学研究科の連携大学院になる。2013年11月に旧本館から埼玉県立精神医療センターを挟んだ700メートル北にある山林に最新設備を備えた10階建ての新病院が 竣工し、同年12月30日に完全移転した。急病棟の本館、南館は2015年に解体、緑地化され、東館は臨床主要研究所と看護研修室として使われている。組織は、病院、臨床主要研究所、図書館、事務局からなり、臨床主要研究所では、癌予防研究担当、癌診断研究担当、 がん治療研究担当の3分野において研究を行っている。臨床主要研究所と旧本館2013年12月の新病院開業以前は臨床主要研究所前にがんセンターバス停とタクシー乗り場が設置されていた。現在も旧本館向かいに朝日自動車商部営業所の折り返し場と乗務員、休憩室が置かれている。ありがとうございます。